事前計画アセット、まあいいや。あれ、あ、俺持ってんのは逃走用バンだから人によって違う。あ、じゃあ逃げ方を好きに選べるんじゃない。バンしかねえ俺。じゃあ俺はヘリ持ってくよ。はあ、アッシュトン高級、あ、ちょっとロードが早すぎて読めねえ。ああ、いいじゃん。え、オールアウトみたいな服装のやついた。ああ、じゃあ、なんだびっくりした。ちょっと周り見てみようか。当たり屋できんじゃねえ、これ。当たり屋GTA かて。まぁ、ちょっと、宝石でも見に行こうか。おぉ。え、これもう取れるやん。いや、慌てるな、慌てる。これね、このガラスケースとか、まぁ、あと飾られてるジュエリー、これもそうだけど、もう、根こそぎ。盗もうってやつで、はい、よく見て、ここにもあるよ。これも全部そうだ。ブラインドは押しても大丈夫。怪しいけど、明らかに。明らかに。で、これ、なんかこの辺ドアはあるけど。ちょっとさ、外を探索してみない？ああ。多分だけど、あ、見て。こういうところもある。あとこれ、あ、これおそらく、こういうところからも。あれ、それどこ行った？下降りていったとね。あれは路地裏みたいな。これピッキングしてみよう。あ、そっちに出る。やべ。ないあの、監視カメラ。監視カメラ。俺今サブレッサー。あ、俺壊せるよ。待って。なんだこの一般人。あれ、携帯電話あんだけど、何これ。携帯電話？うん。これ。あ、ちょっと待って、カメラ見つかんねえ、これ。いけるの？あー、ジャンプできないの。あ、やべ！ Is it God? Okay, time to go. Hold it!あ、やべ、ちょ、こいつ全然倒れねえ。あ、ちょっともう電話調べるわ。あ、はい、お仕事しましょう。なんでさ、今裏でさ、探索してる間に突然警備員が扉開けてさ、お仕事の邪魔をしてくんのかな。お、携帯電話で二次元コード使えるんだと。あ、QR 俺もういけるよ。え、何それ。QR コードあ、なるほど。あ、この辺の、あ、このロックされてるゲートのこと。そう。二次元コードが必要ってやつ。あ、もうそれいらねえから早く。一回しか使えない。早く宝石全部盗め。え、待って、こっち今なんか開けてんだって。え、もう表警察来るぞ。え、これ。なんかすごくすごそうじゃねえ、ここ。絶対 VIP のショールームでしょ、これ。マジ？そんなとこあんの？ちょっと、うん、じゃあ俺時間稼いで。あ、さっきあの警備員出てきた場所。あ、ちょ、間違った。あ、ちょ、間違こうして、こうだ。あ、開けた、おろ。ここ、開通して。開通しただけかよ。いや、まだある。まだあるの。まだある。じゃあ、俺、ちょっと時間稼ぐ。まだネタはつきてね。あー、これ間に合うかな。どう、なんか目星もあった？なんか面白い赤いボタンあるけど。え、なにそれ。なにこれ。押した。携帯電話。これまた二次元コードじゃね。ちょ、俺もうあんまり時間稼げなさそう。ちょっと待って。開いたか。開いた。あ、違う。開いた。え、なんかいるんだけど。
え、ここ、とりあえず宝石を。地下エリア来たわ。地下？うん。いや、結構でかい。普通に時間かかるかもしれん、これ。まあいいや、ちょっともう普通にバレちゃったから、まずは宝石を。いいよいいよ。まだ俺全然宝石取れてない。ちょ、金庫開けてる。あ、VIP ケースって今。なるほどね。奥の方にもっと目ぼしい金目のものがしまってあるってことなんじゃない？あ、そう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 。人間盾使おう。そう、人間の盾が普通に強いんだよね。射線減らせるから。なるほど。相手、お前、お前人質がどうなってもいいのか、この野郎。相手、くそ、ふざけんの。ちょっと今、繊細な作業してるから。ちょっと、あなたが開けた後ろのゲートから警官来てるんだけど。すまんて。おうおう、人質に当たるぞ。用心しろ。行って。証拠を手に入れる。何の証拠？何の証拠？何の証拠？俺たちが悪いことしてる証拠。よし、表で回収できる宝石はもう。ほとんど回収したと思う。あ、青のキーカード必要。知らねえ。回収した？大体は。なんか知らないギミックが。お、なんだなんだ。全部かな、これで。ところで、VIP ルームってところにはなんか、あれ金庫あるじゃん。金庫じゃねえか、これ。VIP、青のキーカードって知らない？あ、持ってんじゃん。青のキーカード持ってる持ってる持ってる。地下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 、どこやねん。はは、こっちこっちこっち。ちょっと待って、こっちまだ敵がいる。あ、ここ来たよ。あ、なんかここにもあるじゃん。ここ VIP ルームじゃねえ。あ、ここが。じゃあいいや、盗もうとりあえず。ほら、目に見えるもの全部盗め。これピッキングでしまってある宝石もあるぞ。そうそうそう、根こそぎいただけ。鎮座してる宝石全部奪え。あ、マネージャー。あ、支配人。支配人がどっかに今いたのかも。マジ。ちょ、とりあえずあの逃走用の合図を出した。あ、なんかもう、この時点で結構このミッション濃いな。濃いな。そうだ。他と比べ物ならもう。あ、ジュエリーお前盗んでないぞ。近々こっちだよ。そういえば。ああ、ちょっと見てみようかな。青のキーカード。入り組んでんな。こここれ？オーケーオーケー。何回やる？なんだこいつ。まあいいや、これステルス用なんじゃないかな。かなここ。うん、でしかも中からブラインドかけれるってことは、まあそういうことでしょ。まあだね。でちょっとあの敵の襲撃許したら宝飾品盗まれちゃう。盗まれちゃう。俺たちが生体認証ここだね。ここだねっていうか、あったわ。生体認証？ああ、そんなのある。そうそうそう、あった。まあ、後でいいよ。後でいいよ。あ、だってこの人か。生体認証やらせようかな。俺は敵を片付ける。情報量が起きて追いつけない。多分これ。ほい。
どう、なんかさらに目ぼしい部屋に入れそう。あ、いいじゃん。あ、いた。お、お、なんだこれ。なんだこれ。マルチタグスキャナーだって。あ。ね、なんだここ。わかんない。わかんない。まあいいや。あ、とりあえずヘリ到着してるから宝石運ぼう。うん。ヘリどこ？マップに書いてある。あ、ちょ、マネージャー死ぬぞ、そこ見たら。あの、隣の建物のね、上の方に。ガス巻くのやめてくれ。おお。こっちです。屋根から伝っていける。あ、ちょっと待って、落ちた。普通に落ちたんだな。そこ入るわ。あれ、ヘリに投げれるのかな。お、あ、投げれる、 OK。俺が一個ずつ運ぶわ。あ、この辺に投げとこう。よろしく。ほっ、こいつら足首柔らかいからね、高いところから落ちたらすぐダメで。ほっ、よし、これで逃走はできると。あ、今舞台再編成中だからチャンス。うん、こっちの窓までよろしく。お、これさ、うん、このジュエリーショップで集められるジュエリーは全部集めたんじゃないの？どうなんだろう。あ、ちょっと、あ、ドーザー来るって。あ、早く帰っちゃいたい。あと1個。 OK。 あ、落ちた。え？OK、 これで全部か。よし、帰るか。あ、あのバックのマーク何？あ、あれ、あの、さっき開けた、なんとかスキャナー。ここはもう、それ以外何もないのか？わかな。このスキャナーの使い道がよくわかんないよね。それ。まあいいや、帰るか。スキャナーね。なんか必要なアイテムでもあんのかね？なあ、もうマジで全然わからん。よし、やばいんだけど。オッケーオッケー、帰ろう帰ろう。オッケー。初見にしてはもう隠された秘密を暴いてしまったんじゃない。一個だけ。ああ、一個だけ。 あれ、でもなんか金少ないな。ジュエリーあんまり高くない。なんかもっとあったんだろう。違う、何か。